元屋のトラフだけ稚生地、2021年3月25日撮影。元屋のトラフだけ稚生地とは、岡山県津山市南方中派生にある国の天然記念物に指定された竹藪部である。指定名の元屋とは指定当時の久米町南方中寺、元屋より名付けられている。トラフだけの稚生地は、当地の西側に隣接する真庭市の稚生地3ヶ所が1924年に、 固有の地名のつかないトラフだけ自生地として国の天然記念物に指定されているが本記事で解説する元屋の自生地は後年になって存在が確認されたため1941年に岡山県の天然記念物に指定され1976年6月16日に元屋のトラフだけ自生地として国の天然記念物に指定された 元矢のトラフ岳自生地岡山市元矢のトラフ岳自生地の位置。トラフ菌が着生した間、元矢のトラフ岳。2021年3月25日撮影。トラフ菌が着生した間、元矢のトラフ岳。2021年3月25日撮影。元矢のトラフ岳自生地は、岡山県北部のほぼ中央にある旧久米郡久米町の南方中小自派生。 JR 姫新線、坪井駅より、国道百八十一号線を、数百メートル東へ行った、長谷橋ス付近から、南側の山へ分け行った、久米川支流の小さな沢沿いにあり、右側には、本谷池のため池がある。この付近一帯はかつて、大衣装の久米法上軍南方中村と呼ばれており、法歴の頃は、幕府領、天保以降は、津山藩松平家が治めた土地で、 南側の三崎町との境界にある幻十字山の北側、標高約180メートル付近にトラフ岳の自生地がある。現、マニワ市域の自生地が対象年間にトラフ岳自生地として国の天然記念物に指定された後、ここ、元屋の自生地が発見され次第に知られるようになり、1941年に岡山県の天然記念物に指定されたが、 太平洋戦争を挟んで山林の管理が滞り、後輩が進んでしまった。1958年頃より、当時の久米町教育長であった、牧野国次らが中心となりトラフダケ自生地の環境改善が図られ、当時は、私有地であった自生地を超有地に移管して、育成に努め、現、真庭市のトラフダケ自生地とは、 別件として1976年6月16日に国の天然記念物に指定された。トラフだけは約8あるほどの範囲に自生している。自生地は林道からやや沢筋へ下った場所にあり、周囲は背の高い杉の植林地になっているため、竹へ直接当たる日照時間が少なく、付近一帯は湿度が保たれやすいトラフ菌発生にとって、 好条件の環境になっている。2001年11月の調査では、約5メートル30メートルの範囲に、約600本のヤシャだけが生育しており、そのうちの30本の間に、トランフが出現していることが確認されている。植林された杉以外にも、赤目菓子は、サルトリーバラなどが混成し、下草には、ツルウメモドキ、両面シダ、冬イチゴ、 明け火などが適度に茂り湿潤な環境が作り出され、比較的若い間にもトラフ菌の着性が認められ、全般的に良好な状態を保っている。ありがとうございます。